愛者の血脈、三成の子供たち。歴史の細道、案内人の沙織です。家康の横暴を許すまじ、豊臣のために、秀頼様のために、その志も虚しく、戦い敗れ形状の梅雨と消えた石田三成。当然ですが、三成にも妻もいれば子供もいました。大謀反人となった父親亡き後、彼らはどのように生き、その血脈はどのように伝えられたのでしょう。正室、光月院。三成の正室は光月院といい、夫からは歌と呼ばれていました。重家、重成、辰姫など、三成との間に三男三女を設けています。関ヶ原での西軍敗戦後、三成の居城沢山城も小早川秀明の軍勢に攻められ落城。光月院は父親の宇田頼忠、兄の宇田頼重らともども天守に火を放ち自害して果てました。この時光月院は大阪城にいたとの説もありますが、確認はできません。母親の死後、三成の子供たちはどうなったのでしょう。家康は三成には切腹も許さず、六条河原で斬首の上、死後も首は三条河原にさらされました。しかし三成の子供たちに対しては寛容だったようです。長男重家、明神寺に救いを求める。三成の長男は重家と言います。父親三成が豊臣武断派に襲われ蟄居した後は、父に代わって秀頼に仕え、家康からも可愛がられました。そこへ起こった関ヶ原合戦で西軍敗北、その知らせを沢山城で聞いた重家は、京都明神寺の受賞院に入り、住職の白保恵良を頼ります。白保は京都諸子大の奥平信政を通して家康に除名を願いで、家康も重家が10代半ばと若かったので、これを許しました。なぜ重家は受賞院に駆け込んだのか。受賞院は三成が白保を招いて創建した寺で、石田家とは縁がありました。白保により剃髪され、仏門に入った重家は100歳を超える長寿を保ちます。重家には関ヶ原合戦当時懐妊中の妻がおり、その後無事に男児を出産しました。直重と名付けられた男児は結城秀康の長男松平忠直に保護されます。忠直が国替えで越後高田藩に移った時も供をしていき、忠直の下で神殿開発などに取り組みます。この家は代々続き、21世紀の現代にも子孫の方がおられるとか。次男重成、津軽氏の助けで陸奥の国へ逃れる。次男の石田重成は秀頼に小姓として仕えていましたが、大阪城落城当時わずか12歳でした。沢山城落城、母や祖父も亡くなったとの知らせを聞き、同じように小姓として仕えていた津軽信武の手引きで津軽氏の本国陸奥の国弘前に逃れます。信武は弘前藩主津軽為信の嫡男でした。重成には乳母の父親津山陣内が従い、一行はまず日本海の若狭に逃れ、そこから海路で遠く津軽まで渡ります。信武自身は大阪にとどまり、戦後津軽家のために働きました。信武は当然西軍ですが、父親食べ信は東軍につき、両面作戦で津軽家の生き残りを図っています。なぜ津軽家は家康に睨まれる危険を冒してまで滞在人の息子をかくまったのか。実は津軽氏は東北の覇権を争って、長年南部氏と激しく争っていました。その時頼ったのが豊臣秀吉でした。最初秀吉は総武事例に反して揉め事を起こすとは不届きなりとして、津軽家を討伐しようとします。その時取りなしてくれたのが三成でした。
信武の烏帽子親は石田三成が務めており、両家は以前から親交がありました。結局秀吉は津軽の地を津軽家の領地として安堵し、長年領地争いで苦労した津軽氏は深く三成に感謝します。その恩人の息子を目の前で見殺しにはできなかったのでしょう。杉山玄吾と名を変える重成。津軽家の庇護を受けるようになった重成ですが、いくら中央から遠い津軽とはいえ、堂々と石田姓を名乗っては暮らせません。名前を杉田玄吾と改め、北津軽郡板柳町深見村に隠れ住みます。大阪城から逃れた重成一行は、重成の妹で三成の三女である辰姫を含め、男18、女3の21名に及んだとか。道中には石田家とゆかりのある高家の忍びが警護役として付き従いました。これらの人々も深見村周辺に落ち着き、土地を耕して暮らしたそうです。重成はこの地で妻をめとり、3人の男子に恵まれましたが、他の事跡ははっきり分かっていません。慶長15年1610年に若死にしたとも、寛永18年1641年まで生き、53歳で亡くなったとも言います。津軽家としても謀反人の子をかくまった証拠は残せなかったのでしょう。もっとも徳川幕府も石田三成の男系子孫が津軽の地にいるのは承知していました。重成の子孫たち、藩祖津軽為信や兄の信武が相次いで亡くなり、弘前藩主の座は三男の津軽信平が継ぎます。この信平に重成の妹辰姫が嫁ぎ、二人の間には信平の長男で後の弘前藩三代藩主となる信義が生まれます。三成の血は津軽家に受け継がれました。二人の間にはその他に娘も生まれており、この姫と重成の長男義成が結婚します。この縁もあって杉山家は義成の代に弘前藩の家老職に就きました。寛文9年1669年に蝦夷地で起きた釈社員の戦いでは、幕府は弘前藩に鎮圧の軍を出すよう命じます。義成は侍大将として700名を引き連れ蝦夷地に渡り、乱の鎮圧に手柄があったとして幕府から褒章を受けました。この時義成に従って出陣し、情報活動などで活躍したのが北の忍び弘前藩の早道のものです。早道のものは重成の護衛として津軽の地にやってきた高家者を中心に、義成が育てた忍びの集団です。杉山家はその後もこの忍びたちを使って蝦夷地の監視や調査に活躍しました。杉山家は家老職を受け継ぎ、11代の貞五郎は弘前藩学問稽古所の総司を務め、13代遠野信は弘前藩校東王義塾の塾長を務めるなどします。相藩置県で弘前藩が廃されるまで杉山家は津軽家を支えました。三成の長女、三成の長女は三成家臣の山田勝重に嫁いでいました。勝重の叔母が家康の側室茶屋の局だったので、石田家が没落した後、勝重はその縁を頼って家康の六男松平忠輝に2万5000石で仕えます。しかしその忠輝も改易に処され、今度は妻の妹辰姫を頼って弘前藩に捨て淵150石で拾ってもらいました。子孫は弘前藩士となり、蕎麦用人などを務めたそうです。次女小石殿、女系血筋は現在の皇室まで。三成の次女は小石殿と呼ばれ、慶長4年1599年に蒲生家の家臣岡重政に嫁ぎます。夫重政が蒲生家のお家騒動に絡んだとして
幕府から切腹を申し付けられ没すると、若狭の国へ移り、小浜で亡くなりました。小石殿と重政の間には、岡義右衛門という男子が誕生し、この義右衛門に、おふりという娘が生まれます。このおふりが、徳川三代将軍、家光の側室となり、家光の長女、千代姫を産んでいます。千代姫は尾張徳川家に嫁ぎ、千代姫の血筋は女系を通じて九条家、二条家、低名皇后と受け継がれ、現在の皇室にまで続いています。三女辰姫、その子は4万7千石の大名に。三成の三女辰姫は戦術したように兄重成と共に津軽に逃れ、弘前藩主、津軽家の庇護を受けます。弘前二代藩主津軽信平に正室として嫁ぎますが、後に家康の養女マテ姫が信平に降下してきたため側室に下げられました。幕府は北方の守りとして本州最北端の弘前藩を重視し、この婚姻で徳川家とのつながりを強めようとしました。ありていに言えば押し付けられた性質ですが、幕府に逆らえぬ津軽家はこれを受け入れます。辰姫を大切に思っていた信平は、辰姫を待て姫から遠ざけようと、関ヶ原合戦の紋章として賜った宝漬の国大太刀に移します。参勤交代で江戸への行き帰りには、必ず大太刀御前と呼ばれた辰姫のもとに立ち寄り、仲睦まじく語り合いました。三男佐吉。三成の三男は佐吉と言います。これ三成の幼名と同じですね。文禄4年1595年頃の生まれで、関ヶ原当時は6歳ぐらい、元服前で沢山城にいました。合戦当時、城には三成の父正次や三成の兄正純、大阪方の援軍などが籠城して三成の本拠地を守っています。西軍が敗れた後、正純に仕えていた津田清雄が押し寄せた東軍の小早川秀明や田中義政らとの海上交渉を行っていました。しかしその最中に、豊臣家から援軍として使わされた長谷川盛友が裏切り、東軍の兵を城内に引き入れてしまいます。城は落城し、交渉中の攻め入りに怒った清雄が家康に直談判、佐吉らの除名を承服させます。佐吉は三成と親交のあった高野山の木敷王吾に引き取られ出家。延宝4年1676年まで82歳の長寿を保ち亡くなりました。法名を新長坊清雄と名乗りますが、これは命を救ってくれた津田清雄の恩を忘れないためです。戦国時代は人との縁を大切にしたのですね。現代の我々から見ると、それほどとも思えない縁を頼り、また頼られた方もその求めに応じています。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。